はい、こんにちは。えー、今日は、えっ、ー、と、宇宙の方ですね。ビッグバンからマルチバースまでちょっと話してみたいと思います。さて、まあ、宇宙の膨張です。で、これ、ハップル・ルメートルの法則っていうのが有名ですね、えー。遠い銀河、銀河を見ていて、その交代速度っていうのは距離に比例した速さで遠ざかっていると。D っていうのは、まあ、ある銀河までの距離、メガパーセク。 それから V っていうのはその銀河が遠ざかる速さ、交代速度ですね。km メ、えートルパーセコンド、これトップラー効果から測れると。で、その中間のやつ、このハップルですね。ハップル定数が H0。で、これ、えっ、ー、と、次元見てやると、km メートルパーセ n d パメガパーセ a p a r s e c って距離のことですから、距離距離だから、これ要するに時間の逆数ですね。だからこれ、おおよその宇宙年齢。 現在のの宇宙年齢のことを示しています。さてでこれ銀河一個一個銀河だとしましょうこれ比例してるってどういうことかっていうことですが、まあ、例えばある時になるとこの間隔が全部1.5倍になったとしましょうこれ膨張してるってころですよね間隔が全部1.5倍ずつこう広がったと。 そうすると見てやると確かに距離に比例した速さで離れているように見えますよね。これは誰から見てもそうです。今横でしか見てないけど、誰から見ても距離にが、ま、離れれば離れるほどこの、えー、スピードになっていると。つまりこれが意味してるってことは空間自体がなんか一定の速さで広がっているっていうことを意味してるわけです。 どこを基準にしても空間が膨張してるから、だから距離に比例したスピードで遠ざかる。まあ、このアップルルメートルの法則が成り立つ。逆にこれが成り立っているということはどうもう空間が膨張してるんだよっていうことがわかるわけですね。さあ、次はビッグワン元素合成です。で、 えこれはこれでなんか別の動画をいっぱい撮ってやったんですが、ポイントだけ言うと、大体宇宙の誕生から3分後から20分歳くらいの時に、重水素、デューテロン、それから3ヘリウム3、ヘリウム4、それからリシウム7が作られる。こういう状況ですね。はじめプロトン、今すごいプラズマ状態なので、プロトン、ニュートロンが プロトンと中性子、陽子と中性子がし、あの、ぶつかってると。だけど、今、光がすごい、この、宇宙の始まりってラディエーションドミなんですよね。副写優勢で、光がめちゃめちゃたくさんある。そうすると、くっつこうと思っても、核力で、光が邪魔して、また離しちゃうわけですね。温度がめちゃめちゃ高いと。でも、温度が、あまあ、だんだん冷えてきて、冷えてくるって言っても、約10億度ですが、 10億度くらい。それはエネルギーに直すと、温度、えー、と、エネルギーに直すとだいたい0.1メガエレクトロンボルトです。メガエレクトロンボルトっていうのは原子核をくっつけるくらいのエネルギーでしたよね。エネルギーの反応のエネルギー。で、そうすると、この背景光行背景光子ですね。バックグラウンドにあるこの光のエネルギーも下がってくる。 この0.1メガエレクトトロンボルトそうすると、このデューテロンを作ろう、重水素を作ろうとしても、作ろうとしても、光でこうなんか背景格子が邪魔して、また分離されちゃったんだけど、分離されなくなってくるんですね。で、デューテロンが作られると。で、たいこれが3分くらい。そうすると原子、あの元素合成が、デューテロンが作られたら、もうどんどん、どんどんっていうか、進んでいくわけです。 で、20分くらいまでの間に、デューテロンからこの原子核反応が連鎖的に進んで、まあヘリウムくらい、それからリシウムくらいまでが作られると。ヘリウムってアルファ粒子とも言いますよね。非常に安定とした、非常にギュッと結びついた。ヘリウムっていうのは一隠しあたりの結合エネルギーが非常に高い、まあすごい強くバウンドしたボールですね。アルファ線。 まあ元々原子核、大きな原子核からアルファの塊でポン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 出てくるのがアルファ粒子と言いますよね。アルファ崩壊で。アルファ線っていうのはそんだけギュッと原子核の中でもなんか個別に運動してるぐらいなんかギュッと結びついてるものです。で、このまあ理論計算からこの元素合成ですね。ビッグバン元素合成。で、水素が大体92%、ヘリウムが大体8%、質量比では えー、ヘリウム4っていうのが全体の25%くらいに、この、予言できます。この、計算できます。この計算そんな難しくなくて、あのー、動画でも見しています。で、この25%のヘリウムっていうのは、銀河に存在するヘリウム4の質量の、質量比のだいたい下限に一致してるわけですね。で、えー、太陽みたいに水素から えー、核融合で星の中心でヘリウムを作ってる星体いっぱいあるのでいっぱいあります。ヘリウムっては増え,増えていきそうですよね。宇宙でそんな風に増えていく。ででも加減っていうのがこのビッグバンで作られた25%になってるのでだからこのビッグバン元素合成で宇宙の始まりの20分3分から20分のうちにヘリウムが作られた。 っていいうのののは、まあ、定量的にも正しいと思われるこの根拠の一つですよね非常に強い根拠。でもっと重いやつが作られなかったのかガムフなんかは全部の粒子を元素ができたんじゃないかって味も思っているみたいなんですがこれ以上は進まなかったんですね。なんでかっていうとすごく大きな理由としては原子核子数陽子と中性子を合わせた数が5とか8とか。 の安定な原子核がまあないんですね。存在しません。まあ、あのヘリウムがすごい強く結びつきすぎちゃってるから、そ,のそれに1個とかこうぐるぐる回れる核心がくっつけくっつく粒子っていうのが原子核ってないんですね。それからヘリウムが2つで8個でしょ ?8 個のやつ作ろうとしてもヘリウムでこうバーンってやっぱり分離しちゃうと。というわけで5と8の壁があって、これ以上、うん、 なんか進みにくいっていうのと、それから宇宙の膨張速度が、まあこの頃早いわけですね。そうすると、まあ20分とかですからね。<laughs> 温度とあの密度が急激に下がっちゃったので、これ以上下があの作られなかったっていうことがあります。で、この描像正しいのか今、えーと、ヘリウムが25%で、他のデューテロンがどんくらい、ヘリウムさんがどんくらい。 で、リシウムは、リシはちょっとずれてるんですが、まあ、これ、桁も全然違うので、ちょっとここは置いとくとして、これはこれで問題なんですが、初めの頃、このビッグバンニュークレオスインセンシス、ビッグバン元素合成で、まあ、ワンパラメーター、これ何かっていうと、このバリオン、えー、粒子の数と、この時にいるフォトンの比ですね、背景放射の、背景の、背景フォトンの比ですね。これだけパラメーターだったんですが、実は今、 で、ここでちょうど合ってるねっていう、この値だったら、フォトンの値、バリオントフォトンの、バリオントフォトンの例書、比がこんくらい、10の10乗くらいの比だったら合ってるねっていうのがこれだったんですが、実は、すごいことに、この CMB、宇宙背景放射のデータから、まあ、この線にあるよっていうことが分かったので、なんと、まあ、これも非常にすごいことに、ね、こっちの計算と、 まあ本当にもう、すごくこなんか、つじつま、ぴったり合ってたと。すごいですね。こういうのを見ると、本当に物理ってすごいなと思います。計算もすごいな、理論もすごいなと思います。はい。で、他の元素はどうやって作られたかっていうと、構成の中心で元素合成がまず作られていきます。えー、重い元素っていうのは星の進化過程で作られていくわけですね。さっき言った、これ、縦軸が、 原子核の核子1個あたりのエネルギーのなんか強さですね。束縛状態。で、鉄が一番低いと。鉄が一番ギューッと結びついてる。で、それ以上、鉄よりも重いやつは、ウランとか金とか銀とか、そういうのは、あの1核子あたりのエネルギーは、結合エネルギーっていうのは、鉄よりも、えー、強くはないです。ここが一番安定な感じ。ヘリウム4っていうのは非常に安定なんです。ここだけ得意的に、ボーンと。 で鉄までは基本的にこう下がっていくので、エネルギーを放出することでくっつきながら鉄まで大きくなっていくと。つまり、えー、でかい星になればなるほど、鉄までこう作ることができる。じゃあ、鉄以上のエネルギーを放出しながら作ることが、元素を作ることができるんですが、じゃあ、鉄より重い元素はどうしたらいいかっていうと、今度はエネルギーを供給しなきゃいけないんですよね、外から。エネルギーを供給が必要。 で、それが超新星爆発、あるいは中性性が最後合体して大結合するとか、そういうことが必要になってきます。で、そういうので、こう、鉄よりも重たいものが作られるわけです。金なんてほとんどが中性性の合体っていうシミュレーションがありますよね。で特に、まあ、なんですか、重たい前の話、この炭素の合成っていうのは結構面白くて、 すごく面白い。トリプルアルファという反応ですが、まあさっき言いました、5と、まあ炭素っていうのはこう生物、ね、有機体を作るのに絶対必要だと思います。多分高等生物、こんなね、なんかビッグバン、うん、宇宙背景放射をこう見ようとするときに、なんかそんな高等生物を作るには炭素が必要だと思,い思われますが、この5と8の壁のために、こう2個のヘリウムっていうのが核融合できないので、 ヘリウム以上っていうのはなんか作れないんじゃないかというふうに思われますね。炭素どうやって作ったんだと。まあとりあえず2個ぶつけてアルファ粒子ぶつっても8の壁があるのでもう不安定だし、ベリウム8っていうのはもう非常に不安定で、半減期はなんと10のマイナス16乗病ですよ。くっついたとしてももうすぐに10のマイナス16乗病でもう崩壊してしまうと。じゃあどないすんねん っていうことですがこの短期間であってもですよ、同時に、ほぼ同時にもう1個のアルファが核融合すれば、つまりトリプルアルファですね、この C12、444で 3C12、12、炭素12っていうのが合成できるのではないか、トリプルアルファと言います。 でこの確率は当然、半減期がこの10のマイナス16秒の時にたま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 ぶつかるという、非常に滅多に起きない。滅多に滅多に起きないけども、構成の中心部っていうのはまあ高温、高密度なので、結構長い時間かければ、たまにたまにできるんではないかと。それで、このトリプルアルファがぶつかって核融合して、つまりヘリウム4と このベリリウム8っていうのが核融合をすると、アンテナ C12 っていうよりもちょっとだけエネルギーの高い、これガンマ線を出して崩壊しますが、これがほんのちょっとだけ高いところに一時的になります。で、これがまあヘリウム4とベリ,リウム8の質量の和よりも、ちょこっとだけエネルギーが高いときに、ちょうど超偶然に、本当にもう絶妙な値のところに、この、 このエネルギー順位があるんですね。そういう状態が。もう超偶然あった。なので、このトリプルアルファが可能になります。で、こいつは、ね、光を出して C12 になりますが、本当に超絶妙なところにあります。で、この、えー、とベリルーム8と、えー、ダブルアルファとアルファの全エネルギー、まあ運動してますからね、むずかに。 それがちょうど C12 のこのスターってやつの静止エネルギーに等しい時だけここに行くことができるので、こういうのを共鳴反応といいます。レゾナンスですね。もうもう超絶妙なところにある。もうこれしかないみたいなところにある。で、まあ炭素が作られなかったら窒素や酸素も作られないから、まあ僕たちの体や構成要素がまあ当然できなかっただろうと。 でも、いろんなこの絶妙なんですが、このエネルギー順位っていうのは、この強い相互作用。強い力っていうのは、もう核力にもその関係してますよね。っていうか、もうその元ですよね。もう強い力の強さにも大きく依存しています。もう強い力の絶妙な値だったから、強い相互作用の強さ。その強い,強い力の強さが、まあ0.5%ずれただけ弱かったら、このトリプルアルファっていうのは、まあほぼ起きなかった。 わけですなのでまあいろんな超絶妙チューニングされたところでこのトリプルアルファが起きて、えー、僕たちの炭素が作られたわけです。じゃあこのさらにアルファがくっついたら、えー、酸素 164×4、えー、で16ができそうだけどこうクアドラプルアルファってあるかなって考えると今度はですねエネルギー順位でがそう起きにくいんですね。 でこれがまた超絶妙なところにあって頻繁に起きてたら、酸素は全て酸素になっちゃって、やっぱり今度は酸素がなくなって、ごめんなさい、炭素がほとんど作られなくなって、全部酸素になっちゃっていたとで。これはこれで強い力の強さの絶妙なバランスのおかげなんですね。僕たちのパラメーター、宇宙のパラメーターっていうのは奇跡的なファインチューニング、超絶妙な値になっているからこそ僕たちは生まれてこれたと。 でそれから今度宇宙の晴れ上がりですね、宇宙誕生38万年後です。でビッグバンから宇宙38万年後までは、まあ、高温のプラズマ状態だったわけですね。この原子核と電子が、なんか別々にこう、別々だったと。プラズマ状態ってそういうやつですね。そうすると光と、光っていうのは家電粒子にぶつ,かぶつかっちゃうので、まっすぐ飛べないわけです。まっすぐ飛べない。 で、温度が3000度に冷えると、電子が原子核につかまって、ちゃんと原子になってくれたんだと。原子になってくれたら、これ中性なので、光はぶつからなくてまっすぐ飛べるようになった。だから、38万年後に宇宙が晴れ上がった。それを見ている光が、僕たちの背景放射ですね。今見ている背景放射 でも、ここで多分疑問に思うと思うんですよね。ちゃんと説明しなかったんですが、ここで言いたいんですが、水素原子の電子の束縛エネルギーっていうのは13.6エレクトロンボルトです。これを E コール KT、これボルツマン定数の式を使って温度に換算すると、なんと15.8万度です。15.2桁多いですね、3000度よりも。だから本当はこの15万度ぐらい。 3000度よりも2桁くらい高温じゃないと水素原子は電離しないんじゃないの光がこうぶつかって15万度くらいないとこのプラズマ状態にならないんじゃないのでも3000度でやっとプラズマ状態から外れて腫れ上がったとで。この差は何かっていうことですで。これはちゃんと答えがあります。これはさっきもちょっと言ったんですが、えっ、ー、と、フォトンと バリオン、宇宙の始めですね。宇宙の始めはエネルギー密度が、えー、輻射写優勢時代でしたね。ラディエーションドミナントでした。つまり、フォトンの方が、そのバリオン、物質よりも、だいた10桁も多いんです。で、10桁も多いと。そうすると、まあ、原子の数よりも、フォトンの数の方が、まあ、10桁も多いので、十桁も多いので、例えば平均エネルギーが、はるかに高いエネルギーを持つ、なんですか えっと、えっ、ー、と、この2桁よりも低い温度くらいにしないと、それでもボルズマン分布に従っているので、こう、なんかエネルギーをたくさん持ったものもいっぱいいるんですよ。無視できないわけです。だって数が10桁も多いから。だから、2桁低いこう低温までしないと、もう高いそのエネルギーを持った人がい,いるので、 一定数いるわけですボルツマン分布に従ってるから。なので、あの電離しちゃうわけですね。だから3000度までか下げないと、下げてやっと、えー、なんだ、腫れ上がったわけですね。まあ、こういう問題があります。ぱっと見えるとあの15万度くらいですよね。でも、要するに、光子の数が10桁も多いので、だからお多くてボルツマン分布に従うから、え温度が低かったとしても、 なんか高エネルギーになっているものは結構いてくれ、いちゃうんですね。かなりの数で。はい。次、インフレーション。ちょっと話がどんどん飛んでいきますが、インフレーションっていうのは何かというと、これ、これ高速です。高速で広がる。光の速さで広がる。それよりも急膨張。光の速さよりも空間が急膨張して、地平線の外に出てしまうとで。地平線の外に出てしまうので、 出てしまったところは、もうそれで量子、もともと量子揺らぎがあったわけですが、それが凍結されてディコヒーレンスされないんですね。そのままずっとマクロのスケールまでこう残って、残っちゃう。普通は量子効果っていうのはディコヒーレンス、環境とのディコヒーレンスがあって、舐めされちゃって、マクロには量子効量子の状態って見えてこないわけですよね。ところが、ところが、地平線の外に出ちゃうから、 なめされずになんかそのまま残るわけです、すその残ったものが、こう揺らぎ、でこぼこがあったとしたら、そのぼこのところにいっぱいダークマターとか、あの低いところですから、ダークマターとか集まって、そこにつられて、普通の物質丸あるも集まって、こういうところに銀河ができたと。で銀河分布っていうのは、量子揺らぎだった。原子核よりもさらにさらにずっとずっとちっちゃい頃の宇宙の量子揺らぎが 決めているそれが僕たちの天の銀河がどこにあるかとかそういうことも決めている。でここで多分み皆さん必ず思うと思うんですが「お前光の高速は世の中のマックススピードだったやんけ」とそれを超えていいのかとインフレーションは空間が空間が高速を超えちゃってますよね。でこれはいいのかっていうことで相対論と矛盾するんではないかとまあこれよく聞かれる質問なんですが。 これは矛盾しないんですね。なぜかというと、相対論で言っているところの光,光のスピードが最大っていうのは、まあ、この例えば、ある銀河、近傍での、ここでの高速よりも速いスピードはないと。で、空間自体が膨張している。で、例えば B っていう銀河がまあ離れているとしても、B に対してこの近くにある光っていうのはやっぱり B のスピードを超えない。だけど A から見た B っていうのはこれは空間が膨張しているので、光速を超えちゃっても、これは相対論と矛盾しないんですね。遠くなればなるほど、えー、ハッブルルメートルの法則で空間が膨張しているから、見かけのスピードが速くなるわけです。それが高速こっから見た。高速が高速じゃない。こっから見た。こいつの銀河のスピードはここの高速を超えていても、それは矛盾しないんですね。 まあ見かけのスピードみたいなものですからね。で、高速を越えてしまった遠くっていうのは、これは地上の地平線。地平線っていうのはあの光のスピードまで、光のスピードまでしか僕たちは観測できないから、それを越えちゃった領域っていうのは、地上の地平線を超えてしまうから、まあ、見えなくなるわけです。だからインンフレーションで急膨張したやつは の外側に出てしまったやつは見えないし、今実は宇宙は加速膨張してますよね。加速膨張してるから、どんどんその見えなくなる。領域っていうのは今増え続けてるわけです。地平線の外に出ちゃってますからね。だからもうずっと将来になると。まあ近くの銀河もその外に出ちゃってまあ。アンドロメダ星雲は？ なんか僕たちちの銀河とぶつかっちゃうけどだから、そのぶつかった僕ら以外の銀河は全く見えなくなってしまう。宇宙に銀河が1個だけみたいな世界になっちゃうかもしれない。なっちゃうわけですよね。ずっと未来ですけど。さあ、このさっき言った微調整された宇宙についてですけれども、まあ、例えば太陽と地球の距離っていうのはまあ非常に絶妙です。この軌道半径が0.97倍から、 1.39倍の範囲にないと、だからまあ10%ぐらいの範囲にあって、初めてこの水として、あの、水、ご <laughs> め水が液体として存在できるわけです。もうちょい近いと、えー、10%ちょい、10%ずれてたとすると、まあ金星みたいにもう灼熱地獄で、あの水蒸気になっちゃうわけですよね。まあ、火星に行ったら えー、氷だけですよね。で、液体の水がなくて生物は存在できないでしょう。だから、まさにこのすごく絶妙な距離、0.97から0.39倍の範囲、あるからこそ僕たちは存在できるじゃあ、他のものはどうか、電磁相互作用です。電磁相互作用がもうちょっと強かったとすると、えー、と、陽子同士が空論力で、なんか、空論力が、積力があったわけですよね。陽子同士はプラスの電化。 で、原子核がもうボーンってくっつけ、くっつけなかった。強い力よりも電磁力の方が強くなっちゃって引き離されて壊れてしまう。じゃあもうちょっと弱かったとすると、今度はなんか分子を作ることができなくなるんですね。えっ、ー、と、分子は電子がよ原子核の周りに引かれて結合していくわけですけれども、そういうのが弱いので結合できなくて高分子ができないと。と高分子ができなかったら生命生まれなかったでしょう。 じゃあ弱い相互作用どうか。もうちょっと強かったとすると、まあ中性子の β 崩壊の寿命がまあ短くなっちゃって、のでビッグバン元素合成以前に中性子が崩壊しちゃって、まあ言うなれば水素しかできない宇宙になっちゃうわけですね。ヘリウム以上ができないと。水素しかない宇宙。まあ生命はできないでしょうね。 で、もう少し弱かったとすると、この中性子と陽子の質量差よりも、ずっと前に弱い相互作用が平行状態でなくなってしまう。そうすると中性子と陽子の個体数は1対1になっちゃって、そうするとビッグバン合成で全部がヘリウムになっちゃうはずです。水素がないと、水素がない宇宙になっちゃうと。そうすると水できないですねで。強い相互作用はどうか。で、もうちょっと強かったとすると、ビッグバン元素合成で水素が全部ヘリウムになっちゃう。 でもうちょっと弱かった。そうすると、今度はビッ,グバン合成ビ,ビッグバン元素合成では水素しかできなかったと。で星の進化過程でももちろん強いトリプルアルファの話がありましたよね。トリプルアルファはもう0.5%強い力が弱かっただけでできなかった。炭素ができなかったと。で、他にも CMB、宇宙背景放射の10万分の1の温度ゆらにあります。 このユラニアもう少し大きかったら、今度は銀河が大きくなりすぎて星が混み合って惑星ができなかったでしょう。ユラニアじゃあもう少し小さかった。銀河ができる過程で熱が抜かれずに星ができなかったと言われています。じゃあダークマターはどうでしょうダークマター。これ宇宙のエネルギー密度の割合ですけれども、だいたい7割を占めているのがダークエネルギー。ダーク、あごめんなさい。ダークマターじゃなくてダークエネルギーです。 で、ダークエネルギーはもう少し大きかったら、これコス宇宙港ですから、宇宙が早く膨張しすぎて天体は作られなかったでしょう。でもう少し小さかったらすぐに収縮して、やっぱり天体は作られなかった。で、これ時間。横軸が時間。縦軸が宇宙のエネルギー密度にしましょう。で、過去に遡るとどうなってるかっていうと、ダークエネルギーっていうのは実は空間に付随したエネルギーなので、ずっとコンスタントです。で、物質っていうのは、これ、べきの 宇宙の半径の、まあえー、と3乗分の1つまり体積が広がるごとに体積密度は物質ですから体積に反比例しますよねそれがこの式ですで光とかニュートリノは光っていうのはそのラディエーション複写ですから広がるごとに波長も伸びていくとってことはエネルギーがさらにちっちゃくなっていくだからこうなっていくけど それは逆を正すと、これはあの体積にさらにあの宇宙の大きさがかかっているようなもの、波長の伸び方がかかるので、逆にこの R の4乗でこう遡っていく。マイナス4乗で遡っていく。なので、宇宙の初めっていうのは実はラディエーションドミナント。さっきからも言ってますが、副写優勢だったんですね。で、まあ、これ、桁いろいろ見てやって思うことですが、ダークエネルギーは変わらないから、 宇宙の始まりで、ほんのちょびっとだけ神様が付け加えてくれたわけですが、どのくらいちょびっと入れたかっていうと、宇宙の初めに10のマイナス、10の120乗、120桁のファインチューニング、超絶ファインチューニング、120、0.000000 0000っていう0が120個つな,いつながって1っていうちっちゃいのをちょこっと入れてくれたのが、 たまたま他の、この今、同じくらいのオーダーになってると。同じ桁になってるってのは驚きなわけです。今を見越してですよ。今を見越して、138億年経つ頃に、こんな同じ桁になるように神様が、そう,いうふうに入れてくれた。120分、120桁分の、120桁分の1。 のものを初めに調節してて入れてくれくたそんなことあると。というわけでまああのさっきの、えー、いろんなもうちょっとでも大きかったらちっちゃかったらこの世界宇宙できなかった炭素できなかった水素しかなかったっていうのがありますよねダークエネルギー120もういろんなそういうものがあると。で超絶チューニングされたところに何で でこの宇宙はこんなにも絶妙な値を持っているのかということですで。一つにはやっぱりこう僕らはずっとそう思って勉強してきたわけですが研究してきたわけですがやっぱり究極の理論があってそれがこれをちゃんと導いてくれるだろうと信じてやってきた、まあ、あるいは神様が本当にこれを与えてくれた神様にな,な,なっちゃうとあのなんか物理でなんか何とも言えなくなっちゃうけど そう思ってきたでももう一つの考え方としては宇宙がすごくいっぱいあってで今僕たちは科学こういうのを観測できるくらいのなんか生命が生まれたわけですよね。でたまたま見た時にこんな絶妙な値だったけどそれはこんなところにあるこんなところにあるこんなところにあるもう本当にあるいとあらゆる宇宙が本当は生まれてんだけどたまたまここにあるところでうち人間 この科学が理解できるような人間が生まれた宇宙がここでできた。で、そこで観測してるんだから、ここなのは、ある意味当たり前ですよね。そういうのが、まあ、マルチバースです。まあ、マルチバース、レベル1、レベルいくつかってあります。これ、あの、テグマーグさんが言ってる話ですが、はじめ、レベル1っていうのは、まずインフレーションで、 これどのくらいでかくなったかっていうと、まあ、あの、ウイルスか銀河系くらいでかくなったと。で、これ、だこの範囲の外側にもうほと、ほぼ無限に広がった同じ、同じような宇宙があるわけです。おそらく物理定数とかみんな同じでしょうね。インフレーションに広がっただけですから。で、僕たちが見えてる地平線はこんだけ。 で今この宇宙の果ては138億年くらいだよと思われてるけどその外側には138億年みたいな風に見えてるのがもうもう本当に無限に広がっているとこれが宇宙はもうたくさんあるとこれを一つの宇宙とみなすんならレベル1の宇宙マルチバースっていうのはそんだけ僕たちが観測できると同じ領域くらいの体積の宇宙がまあほぼ無数にあるとこれがレベル1です でレベル2っていうのは何かというと、まあ、インフレーションはインフラトンという粒子が素粒子の凝縮で起きたと思われています。で、えー、と古典的には、まあ、この話は前もやったんですが、ころころ転がって、最後、この辺で、これ宇宙港ですね。宇宙が、えー、インフレーションが起きて、最後、インフレーションがここに来て終わって、ビッグバンがスタートする。でも非常に古典的な話ですよね。 で、この人、量子、量子、量子論に従うんだから、まあ、ふらふら揺らいでてもいいわけです。で、これは確率ですよね。は、確率です。このインフラトンがここに落ち込む半減期と、その宇宙港に寄与する時間っていうのが、まあ、こうだから、えー、インフレーションが起きてるわけですが、これは、あたか、でも確率ですよね。こっちが落ちちゃう話もあるわけです。だから、 このままインフレーションが続く宇宙もあるし、ここに落ちてビッグバンになる。確率でビッグバンになる。だから、インフレーション、もともとの宇宙はインフレーションで、ずっと今もインフレーションで膨張し続けて、ものすごい指数関数的な膨張し続けているんだけど、その中で、この宇宙がポコポコ、ポコポコたまに生まれる。泡宇宙みたいな感じで、無数の泡宇宙がこうポコポコ出てくると。 で、この一個一個の青宇宙の中には、レベル1の平行宇宙。レベル1のなんかインフレーションの外側。ビッグバンの外側もあるんだと。これ一個一個のインフレーションで青宇宙が出てくるんだよと。だからレベル1っていうのはおそらくですね、同じ物理定数だけど、今度はレベル2だと、なんか多分別の物理定数も共通である必要はなくて、 まあ各々の宇宙で異ななる値になっててもいいもだろうそうすると宇宙光がいろんな値になってもいいしダグエネルギーですねか電子の質量とかそういうものも弱い相互作用とか強い相互作用も別の値でもいいとでさっきも言いましたがほんのちょっとずれたらもう多分あの生命は生まれなかったとでたま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 たその中で、うん、超絶絶妙なところだけが、まあ、僕たちが生まれたみんな宇宙だったんだと まあこういうのを人間原理とも言います。で、えー、とこのマルチバース、こういうのがなんか正しいかどうか、もちろん検証されなかったら科学じゃないので、えー、まあいろいろあると思いますが、やっぱり検証したいですよね。そうすると、えー、例えばこの時間、時間っていうのをどう考えるか。で、えー、相対論では時間と空間が混じり合うと言いました。 人によ観測者によって時間空間がつ混じってると。そうすると空間が始まったっていうことは時間も始まったっていうことですよね。で、時間はじゃあどうやって始まったかっていうと、この宇宙の始まり、まあ、こんなふうに泡宇宙のポコポコできたときに、この、じゃあここで時間はなどうやって定義するべきかってことなんですが、これはおそらくですね、このインフラトンのポテンシャルの高さの度合い、 インフラトンがどんどん減ってあの、傾斜していって、ビッグバンにつながるところ。その高さが時間の役割を果たすと思われます。そう、そう判断するのが多分一番自然だと。そうすると、こんな風になっているので、これ双曲線ですけれども、これは曲率が負っていうことを意味します。だこれがマルチバースのまあ予言ですよね。 でえーまあ、この時間っていうのは何かと、まあ、いうと、まあ、有名なこのホイーラーとイった方程式っていうのがあって、これは宇宙全体の波動関数が量子重力理論で満たすべきだと思われている方程式です。この方程式には実は時間っていうのが含まれていないんですね、あらわに。だから何かの変化がないと、何かが変化があった。変化があったらそれを時間だと思うべき。それが時間と定義されるものだ。 とといいうことなんだと思いますさて次レベル3ですけれどもこれテグマーグさんの,あの分類ですがまあこれ量子力学の多世界解釈にと思うわけですがそうするとレベル2のマルチバース全体っていうのもそれぞれの歴史の可能性の数だけまああっていいとでそれら全てがあり得た宇宙の集合体それら全てがこの レベルルのマルチバースなんだとで彼はさらに言うとレベル4っていうのがあってそれは異なる数学的構造に対応する具体的な宇宙がまあ存在するんだと。だから例えば何だろう、えー、古典力学に対応する宇宙があったりとか、まあ、あるいは何でしょうね整数の宇宙とか整数だけのこう宇宙とかまあそういうのも そういうい宇宙があるんだと。で僕たちの宇宙世界っていうのはまあ確かに何でか知らないけど数学できちっときちっと記述されますよね。まあ、それはこのためなんだということを言っていますね。だからそうそう相対性理論や量子力学などの基本的な法則も全然違う法則に従っている宇宙もあるんではないかと。これレベル4と言ってますね。まあ、どうやって検証するんでしょうか まあでも面白いですね。いろいろ。まあ、テングマークさんの本は、あのー、面白いですよ。あの、一般書もあって、数学的な宇宙だったっけなんかすごく面白かったです。ぜひ、なんか、読んでみたら、面白いなと思います。彼は、もともと CMB とかの研究をしていた人ですかね。まあ、偉くなって、自分の好きな研究を、ということで、まあ、いろんなことをやってますね。あのーえー、AI とかも、確かやってるんじゃないかな。 まあ僕もいろいろやってみたいと思います。はい、それでは